マジックナイトレイアース新アニメ化プロジェクト始動に対するネットの反応を紹介します。レイワやぞ、レイワースってか。ランマといい最近古いアニメのリブート多いな。変身するときもう裸じゃないんでしょ。それは困るな、ちゃんと裸で変身シーンやってもらわないと。旧アニメは作画の癖が強すぎて全然クランプ絵に似せてなかったからな。石田敦子全開だったな。魔法少女物かと思ったらロボだったアニメ。スパロボに出てきて初めてロボットアニメと知ったやつ。スパロボでも別に強くはなかったよな。ヒカルはそれなりに強い。セットならかなりのもんだが、そこまでするかは趣味。ランティスの方が強い。今だとロボは 3DCG になったりするんだろうか。少女漫画ものでロボと異世界転生とか斬新すぎじゃねと今思う。仲良しで本格的なリアル闘神ロボ出すとか正気じゃない。見たことないからどんなストーリーなのか読んできたが、なんか登場人物全員恋愛脳やな。根幹はバリバリの少女漫画だしね。これも有効の異世界ものでいいんだろうか。転生ではないけど不思議遊戯と同じで元祖のうちの一つかな。昔は異世界転移が主流だったな。異世界召喚もの、異世界アニメが流行りだからいけるやろとか安直な思いつきじゃないよな。レイアースリメイクは異世界ものが流行ってるから企画が通しやすかったとかだと思うけど、あんまり異世界いても無双できてねえんだよな。なんならマシンなのに結構苦戦しまくってる。今やるなら主人公のしがないサラリーマンたちが帰宅途中に跳ねられて死んで、気がついたらレイアースの世界にいてヒカルたち3人となって旅することになる話にした方が売れる。レイアース見て育った OL がレイアースの世界に異世界転生してうっとうってなる話にするか。それは割と見たいかも。アニメやってたのはまだ中学生の頃だったな。30年か。ベルバラにレイアース、令和か。今の若者はお金持ってないし稼げないから、金持ってる中年層から絞り取るために30から40代が見てたであろうアニメ時期を中心にリメイクしてると聞く。譲れない願いってなんであんなに売れたんだろうな。止まらない未来を目指してるからじゃね。オープニング変えるのかな。譲れない願いも光と影を抱きしめたままも名曲すぎて他が想像できないが、当時の紅白まで行ったやつや狂気の作画オープニングといったあの熱狂ぶりから超えられんだろ。アニメーター死ぬ。令和最新技術でオリジナルを超えるオープニングが作れないともう失敗。旧作オープニングに対するアンサーソングみたいな新しいオープニングとかの方が良いかな。作画が狂っている。30年前のアニメとは思えんよね。このオープニング作画は今でも通用する。ところが再放送だと規制かかって6000枚のセル画が無駄になってしまってな。これで田村直美大好きになったわ。田村直美の名前を今朝見たところなんだ。今期のアニメのオープニングの串田明の曲の作詞作曲で、今って90年代だっけ？令和って実は令和じゃないのかも。せっかく念願のスパロボ参戦したのにもう新声優に交代すか。元の人たちスパロボでもやってんだから大丈夫じゃね。メロード姫にまたうちの尾形を？うちの尾形にお姫様役をやらせるんですか？となるマネージャーと尾形本人。尾形めぐみはまだエメロード姫の声出せるかな。スパロボでやってたからできるか。声優はさすがに交代だろ。レイヤースとスレイヤーズがいつもごっちゃになる。よくスレイヤーズと間違われるやつ。スレイヤーズのアニメが来年30周年で、再来年がなでしこか楽しみだぜ。スレイヤーズは一回やったし、なでしこはステルビアと一緒でやらないって言われてたような気がする。スレイヤーズを新作アニメやってからもう15年は経ってんだよな。トムスはそのまま継続なんだな。権利手放さないで再アニメ化か。まず東京タワーで集まるのが変わるだろう。スカイツリーになるのか。でも東京タワーはクランプの象徴みたいなとこあるからな。スカイツリー改編を恐れてるな SNS。 今度はスカイツリーから召喚されるんです。まあ解雇世代向けでなく若年層向けにリメイクするならスカイツリー改編でいいんでない。東京タワーとか若い連中行かねえやろ。行くとしたらヒルズの方だろうし、タワー自身も周囲に高層建造物できて、そんな高い建物じゃなくってるし。スカイツリー出すとお金かかるんじゃないか。むしろ広告費もらおう。東京タワーもまだお金取られるよ。人名から機体名まで自動車の名前使ってたんだろ。今の時代権利で揉めたりしないんか。車モチーフの名前はそのままにするんか。全部現行車に変えたら笑う。一周回って面白そう。ただ現在それっぽい名前の車がないんだよな。ノア、キット、オデッセイ、ヤリス、グロス、プリウス、ダント、ルーミー、アルファード、ボクシー、セレナ、レクサス、それっぽいのまだ結構いるぞ。デカノアはすでにキャラ名に使われてるな。今思うと車の名前って何も問題なかったんかな。ジョジョだって外国のロックバンド出してるけど問題ないだろ。ジッパーマン見てそれが言えるか。国内は大丈夫だし。ジョジョは海外版は配慮されてる。
舞台である異世界の名前セフィーロ日産、炎のマシンはレクサス、水のマシンはカローラゼレス、風のマシンはウィンダムゲンレクサス、ES トヨタだし、第2部は広島の自動車会社が勝ち込みに来るし、とんでもない話だよ。異世界に行って姫を助けるってみんな好きだもんな。死が救済、姫は助かりましたか ?3 回行動してこっちを殺しに来ました。当時放映されてた TV アニメの知識が表面程度にしか知らないですとロボやったらエメロード姫が鋼鉄ジーグ並みたひねえ連発してきてダメだった。今やってる TV 系の再放送見てみたが思ってた以上にマジックナイトの出番がなくてさらにダメだった。大体全部この人が悪い。スパロボ30のその人強すぎ案件、アムロもウッソも落とされたよ。光る海風ちゃん。攻撃かすりもしねえでやんの。3回行動する極みサイズ補正虫持ちのお姫様は好きですか？お願いこの世界を救うには私を倒さなきゃいけないけども邪魔をしてくる愛しのザガートは倒さないよう気をつけて私だけを倒して救って伝説のマジックナイトたちよザガートにも霜があったら皆殺しにします。実際どういうつもりだったんだろうか？柱殺したら世界崩壊だし、光に柱になれってことか。はい、そういう決まりなので。エメロード姫とかいうヤバいやつ。柱システムとかいう欠陥システムが悪いエメロード姫は責任取ろうとしただけ。柱システムってそのまま人柱システムという代わりと弱だよねあのシステム。他の国にはないからあの世界固有のシステムでもなさそうだし。一人の命と引き換えに世界が維持できるのだからこれ以上ない優れたシステムだよ。エヴァハみたいに今度はエメロード姫救おうぜ。覚醒したエメロード姫を型。スパロボで旧アニルート死亡と新アニルート生存に分岐。ランキスだけ覚えとるわ。ランキス好きだったなぁ、小杉ボイスもハマってたし、ヒカルとのやりとりも良かったわ。ただあまり作画に恵まれずなかなか顔が安定しなかったのが残念だった。マシンランキスが逆輸入される可能性が？え、マシンランキスってアニメにいないの？スパロボオリジナルの機体やで。ランキスの声がオノ D になってそう。空城城太郎オノ大輔がザガートランキスは間違いないな。世界のシステムを破壊したから滅亡寸前、それの乗っ取りを狙う周辺諸国という地獄のような展開の2部。そういや2部はアニオリで原作通りじゃなかったな。まあ原作の最後のやつアニメでやられても困るけど、原作は原作で、アニメはアニメで違う展開させるんやでってクランプが息巻いたんや。一部の展開は変わらないとして、二部の展開をどっちに持っていくか気になる。合体マシンはレイアースだけでなくウィンダムとセレスの合体マシンとしての形態も見れないかな。ゲッターか。今度のマシンはもっとメカメカしくして、ちゃんと3体合体させてバンダイのデラックス超合金か、メカスマのザ合体で出そう。この手のリメイクって大体発表時にみんなで思い出話してる時がピークだよね。発表から放送まで時間が空くから話題を持続させるの難しいよね。大前提として新規はぶっちゃけ期待できないのがね。新アニメと言ってるけどリメイクとは言ってない。旧アニメの続きで今さら何やるんだよって気もするが、桜は旧声優続投だったしレイアースもわからんな。新作だったらヒカルが柱なくせって言ったのになんでまだあるんだよって事態に。柱がなくてもセフィーロは存在してるので別次元から新しい敵が湧いてくればいいんじゃね。レイアース新アニメ化プロジェクト始動に対するネットの反応、いかがでしたでしょうか？最近流行りのリメイク商法、あのオープニングを超えられるのかとか、声優変わるかとか、マシンランキス逆輸入あるかなど、いろいろ言われてるけど、どうなるか気になるところ。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。